はい、皆さんおはようございます、こんにちは、そしてこんばんは、あちでございます。PC88 の野球道のパート26やっていきたいと思います。ですね、調子いいのか悪いのかよくわかんないんですけどもね、やっていきますね。魅力まだ足んないかな。交わり、医学力ね、医学力ってどこだ。あ、これか、本拠地しかできないんで体力回復しましょうね。はい、高橋上がってきてるような気がするね。あ、おお、王家を抜いたな。調子がまあそれなり、高木豊かまあいいですよね。ハトリックが3割超えたのがいいですよね。板倉9打数0安打か。センター屋敷、あ、山崎が、あ、加藤もええから山崎、あ、山崎レフトだけなんですね。加藤がセンターで、こんな感じでしょうかね。若菜は相変わらずで、関根さん、ピッチャー誰、ピッチャーは、あらら、あ、掛畑さんなんですね。じゃあ、これちょっと行きましょう。ね、打率がね、チーム打率がほんま悪いですね。あ、高橋がなんかやってくれそうな。この人ね、高橋3割超えたことがあったはずですね、確かね。おー、パチョレックいいなぁ。山崎もね、ねえ、首位打者は取れなかったですけどね、こけしバットでね、あれでしたよね、クロマティが首位打者の時ね、途中まで4割ぐらいいってる時ね、2位でしたもんね。そう思うとね、結構ね、粒揃いの選手はいるんですけどもね。ああ、掛畑さんは荒れるなあ。お、高木豊が出たんで走らせましょうかね。ちょっと村岡さん、いや、大川さんがね、ちょっとスタメン下がってるんでね、走れる人がね、なかなかいないんでね、アウトになっちゃった。あー、センターエラーかい。あー、やだなー。あらら、宇野に打たれちゃった。あらら、二村弟にも打たれちゃった。あー、掛畑さん3回で3点か。加藤さん7出ちゃいましたね。加藤さん足早いんでね。あららら、アウトになっちゃった。ちょっと掛畑さん投球数増えてきたんで、投手準備ね、誰行かせるの。松本さんでどうかな。あ、ちょっと立て直ったような気がしますね。あと2点がでかいかな。厳しいなあ。うわあ、こらまずいな。もう1点入るんじゃねえか。ああね、あらららららら、1点どころじゃないかい。あ、2点入っちゃったか。投手準備、あ、できてるわ、十分。もうちょっと掘らしてみましょうかね。あー、掛畑さんもう終わったな。6点取られたか。おビッグイニングは来るかい。あ、ダメか。ピンチヒッターね。もうこうなったらね、田代大先生しかいないですよね。田代大先生行きましょう。6割ね。あらら、あ、
でもね、2点差までね、追いかけてきましたね。しかしまあよく打たれるな今日は。もう次のピッチャーにしないといけないかい。誰、高橋さん、関根さんで。1.08 かいいな。おお、ああでもこっちはビジターだから表なんですね。お、高木豊が出た。これは走らせましょう。関根そのまま生かしちゃった。おー、いいじゃない、いいじゃない。あ、ダメか、ダメだったか、ダメだったな。あー、表だとねやっぱり不利ですよね。なんかホームラン一発取られて終わりそうな気がしなくてもないですね。1点欲しいって。おー、調子が出て高木豊。あー、ダメか。え、ゲッツー、ないでしょう。うわ、また落ち合いか。おお、もう引き分けでいいわ。引き分けでいいわ。引き分けでいい、引き分けでいい。あ、もう橋田さんとこ。あ、もう引き分けでいい、引き分けでいいです。お、ちょ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 。中山さんも引き分けにして、引き分け。おおおおお、おっしゃー、引き分けや。あー、まあ価値のある引き分けでしたね。はあ、大変じゃった。本当に価値のある引き分けでしたね今回ね。あ、中日では負け越してるんですね。7勝4敗ですね。えらいやられてますね。お、なんだなんだよこれ。あ、マスコミの取材か。はいはい、高橋さんがね良くなってきてるような気もせんでもないですよね。うん、大川さんがね。ただね、これ加藤さんね、加藤さんが、あ、加藤さんちょっと上がってるか。
白大先生も代打ですねこれね。加藤先生の方がいいな。で、ここは遠藤先生調子悪いな。阪神か。おー、高木豊がよく打ってますね。あららあららららららら、ら遠藤さんがちょっと乱れてますかい。本当にね、チームは打率が低いな。おお、ああ遠藤さん1点取られちゃった。なんかね、高橋がね調子上がってきそうな感じしますね。遠藤さんもね、ちょっと戻ったみたいですね。ちょっとね、どうなるか思ったんですけどね。かぁ、6番、7番の打率が2割2分ですもんね。ちょっと悪すぎるなぁ。6、7、8が2割2分か。またビジターなんですね。遠藤さんちょっと偉い。ああ、抑えれたら。ああ、いいな、いいな。すんごい単発ですね。ちょっと次のピッチャー用意しましょう。投手準備ですね。関根さんには高橋さんに行かせましょうかね。ああ、荒れた。どうしましょう。ゲッツーはないかな。いや、走らせましょう。5でしょ、足ね。5だから走らせましょう。そういうことか。あ、逆かな。あ、まだだ。早すぎた。投手陣まだでしょ。あ、生きてるわ。あ、遠藤先生勝たしてあげたいな。代打出しましょう。代打でですね、お、大川さん。ダメかい、ダメかい。遠藤さん勝ちつかないかい。おお、あ、勝ちついたぞ。え、高木豊やるな。おお、高木豊やるわこれ。あら、あー、いいですね。あ、いいですね、いいですね。あ、いいわこれ。あらららら、ら、パチリックダメか。ダメだな。ここで押さえてもらえたら。あらららららら、あらららら、もう遅いけど、遅いな、遅いけど。投手準備で中山さん。うわ、あ、どうなの。あ、あ、なんとか終わった。あ、なんかしんどい試合ばっかりやな。あ、
しんどい、ほんとしんどいわこれ。しんどいですね、試合がね。あ、でも阪神には勝っとるか。アエンド10勝、多分これハーラトップですね。10勝1番乗りだと思いますね。ね、じゃあね、チーム情報じゃない、チーム情報じゃない、チーム成績ね。あ、3.5 ゲームも空きましたね。打率は相変わらずです。ちょっと上がったような気がしますけど、防御率はね、あ、防御率も最低だ。あー、ダメですね。さて、あー、高木豊が、じゃあ、勝打すごいな。あ、パチュリックが上がってきましたね。ホームラン誰？池山16本。あー、高木豊の9本がね、入ってますね。盗塁はどうでしょう。あ、高木豊がダントツですね。投手成績ですね。あ、防御率ね、遠藤、二浦が入ってますね。勝数、遠藤ね、10勝1番乗りです。三振は誰かな。あ、川口ダントツですね。同級会も川口ですね。というわけでですね、野球道のパート20、これは6ですね。終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。